はい、こんにちは、タカです。まずはじめに、この動画ではドルが絡む通貨、ドルストレートの通貨を見ていきたいと思います。これ以外の通貨、ドル円やクロス円に関しては別の動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。ということで、このドルが絡む通貨を見ていきたいんですけども、そもそもがこのドル、今週はすごく難しい動きをしていたと思います。火曜日に安値をつけてからはなかなかその安値を割ってこない。急反転という形を見せるんですけども、戻りの高値を抜けてくるわけでもない。サポートは割れているんですけどもね、それでも強いのか弱いのかいまいちはっきりしない動きにはなっていました。当然ドルがそのような状況ですから、ドルが絡む通貨もその動きに合わせて上がったり下がったりといった動きにはなってしまいます。ただそんな中でも、このドルに対して強い通貨弱い通貨というのはやっぱりあるんですよね。だいぶ景色が違いますので、そのあたりを比べていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、4時間足に週足を重ねています。まずはこのユーロドルなんですけども、直近の動き見ていけばもうすごく強いですよね。はっきりと上昇トレンドは見えてると思います。今週もかなり順調だったんですよね。かなり強かったんですけども、最終日金曜日に大きな売りが入っています。この動きが少し気になります。実は先週もこれ一旦流れ止まってるんですよね。ですからこの高値抜けの後に関しては今は調整局面です。ただ今週は高値を更新していましたから、このまま高値をキープしていれば週足は高値更新、まだまだ上昇のトレンドを継続して見ていける環境はあったと思うんですけども、最後に潰されたということで、こうなってしまうとこの調整局面がよりはっきり見えてしまうことになります。つまりはこのあたりの上値の重さというのが見えてしまうということになりますね。 1.22 を超えたところの売りに対してしっかりした強いトレンドが出ている。今はこの調整局面に入っていますから、この抜けをまずは見ていくことになります。そして売りが入ったということで、じゃあ過去を見るとどうなのかという部分なんですけども、するとここに足場、レンジ相場が見えてるんですよね。もう少し上の方にも相場あるんですけども、この辺りで流れが止まったとすると、この辺りの値動きが相当意識されているのかなとも思ってしまったりはしますよね。今の値動きに加えて過去の値動き、両方で合わせて考えても、やっぱりこの 1.22 あたりのこの上値の重さというのは見えてしまいます。であれば来週ね、少なくともこの調整局面を見ていくことになりますね。だとするとこの今の現在地、高値圏なのか安値圏なのか、シンプルに考えればこの辺りは高値圏ということになってくるかと思います。買っていくんであれば相当慎重に見ていかないといけない。レンジ相場を見ていくんであれば、せめてレンジの下限から拾っていく。チャートの崩れが見えてしまえば、そもそもこの位置全体が高値圏になってしまったりもします。ですからロングは本当に慎重に見ていかないといけないですよね。ただし今週のこの値動き、この週足の形を見ていただくと、上髭をつけているんですけどもね、今週の週足の出来高の大部分がこの髭の部分に当たります。しかもこの時点ではチャートすごく強かったですからね、ロング勢にとってはいい流れ、ショート勢は苦しい状況という形ではありました。ただ終値を見た結果、今週買った人たちのほとんどは、含み損の状態ということになりますよね。今現状でロングを持っている人、その人たちは高値圏でロングをつかまされてしまっている状態です。週明け、また再度買いが入ってきて高値をつけてくれば、これはロング勢の逃げ場を与えることになりますから、何も問題はなくなりますけども、この辺りを高値圏と判断してもし売りが出てしまった場合、ブルハの苦しい状況が見えてきてしまいます。ブルハの苦しい状況、こういったものが見えてくると、それとは逆の勢力、米派に乗るのが今はいいのかもしれません。今週ユーロドルはかなり強い流れを僕は見ていました。ユーロ自体にも強い買いが入っていましたから、強いトレンドを見ていたんですけども、結果的にはこれ高値をつかまされている状況、これは来週少し警戒はしていきたいですね。買いが入ってくれば逃げ場はありますけども、このまま下の方に抜けてしまうとユーロドルは苦しい状況になってしまうかもしれません。来週も朝一から注目ですね。 1.22 を超えてくるのかどうか。僕はこの上昇トレンド、ユーロにしっかり買いが入っている間はこのトレンドについていきたいなと思っていましたけども、金曜日にはユーロは売りが入っています。まだすごく大きな売りが入ったというわけではないんですけどもね、ただ少し気になる動きではあります。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見るとすごく強いトレンドは見えてきますけども、今は流れが止まっています。調整局面ですね。高値圏のレンジ相場になっていますから、もしこれが本当にレンジなんであればね、再度買いが入ってきてもおかしくないですよね。そうなれば買いを救う形になりますから、先ほど週足で見た上髭なんかはあまり気にならなくなってしまいますけども、もし月曜日このまま下の方に抜けてしまうと、これはもう完全にこの辺りでロングをした人たちが捕まってしまう状況になります。再度こういった戻りの高値、壁というのも見えてくるかもしれませんね。 1.21 の70付近、これ月曜日の動き本当に注目だと思います。ドルの影響も大きく受けるとは思いますけども、ひとまずはこの高値圏のレンジ相場になってくるのか、下の方に抜けてしまうのか、言い方を変えれば週足の高値掴みを救う形になるのかどうか、まずはそこに注目をしていきたいと思います。
はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。高値圏のレンジ相場をこの辺りで見ていたわけですけども、高値を2回試して抜けなかったといった形になっています。短期足で見ていくとダブルトップですね。2回高値を試してダメだった、下はネックラインになっていますから、月曜日に下の方に抜けてしまえばネックラインを割れることになります。ダブルトップのネックライン割れ、波の反転は意識せざるを得ないですよね。そうなると週足で見た時のここは冷えの部分に当たりますから、高値掴みをしたブル派の苦しい状況が見えてしまいます。苦しい勢力が見えてしまうと、それとは反対の勢力、そこについていく方がいいかなと思うんですよね。ユーロドルに関してはこの下に抜ける動き、こういった動きが出てくると思うも一線はショートということになってくると思います。逆にブル派にとってはもうここは最後の砦、ユーロドル最後の最後にこれ買いが入りましたけどもね、これでしっかりサポートされてくるかどうかを週明けまずは見ていくことになりますね。レンジが継続する限りはまだまだ強い流れは見ていけると思います。ということはこの下のネックラインは、大きな波で見てもブルベアの分岐点になっているんではないかなと。つまりサポートされている間は強い流れを、割れてしまえば波の反転、弱い流れを見ていくすごく重要なラインということになってきそうです。この分岐点は 1.21 の70あたりで見ていきます。週明けの月曜日の動きも第一注目ですね。しっかり値動きを追っていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、4時間足に週足を重ねています。ポンドドルいい流れ出てますよね。週足を見ていけばしっかり高値更新が継続しています。多少ヒゲなんかも見えていますけども、実体部分しっかり高値更新していますからね、来週もこの高値更新をまずは見ていくということにはなってきそうです。であれば作戦としてはおしめ買いですね。しっかりサポートを見つけてまずはロングを見ていく、反転を見ていくのは大きな売りが入ってからということにはなります。流れが止まってくればこの辺りの動きね、気にはなってきますけども、それは売りが入ってからでもいいんじゃないですかね。ドルの弱さというのはもちろんこの動きの影響にはあると思いますけども、例えば先ほど見たユーロドル、それよりも明らかにチャートの方強いですよね。ということはそれだけポンドにも強さがあるということになります。目線としてはロングですかね。特にドルが弱くなってくるような状況であればポンドドルはもうロングを見ていきたい、そんな流れだと思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。ただし日足を見ていくと少し環境が変わってきますよね。強いトレンドは見えているんですけども、現状は流れはもう止められています。高値圏のレンジ相場、足場を作り出していますから、こうなってくるとレンジが見えていますからね、買いを見ていくんであれば上の方ではなくて、買っていくんなら下の方、下限に引きつけてのロングを意識していくことになります。先ほど見たユーロドルに比べるとね、切羽詰まった状況ではなさそうですんで、レンジが見えている以上は強い流れを組んでレンジ下限からロングを意識して見ていきたいですね。レンジの下限は 1.41 あたりになります。もちろんこのあたり割ってくれば、いろいろ考えるべきポイントもありますけどもね、一旦はレンジが見えている以上はこのレンジを意識したトレードということになってくると思いますね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。このあたりをレンジとして捉えていますけども、そうすると高値を2回試して今のところ結果抜けていません。これユーロドルと状況同じですよね。つまりはダブルトップと見ることもできるわけですけども、ただこの下のネックライン、当然ここを割れてくれば波の反転も意識していくことになりますけどもね、現在地から見ていくとまだ少し距離があります。こういったのを見てもね、ユーロに比べて強さというのは感じると思うんですよね。ですから、例えばドルが弱くなってきた状況で、ドルストレート何かまずは買っていきたいなと思った場合はね、ひとまずはこのポンドドルに一番最初に目が行くんではないかなと思います。ただそれでも注意したいのがここレンジ相場ですからね。現在地はレンジの真ん中、中途半端にサポートを見つけてしまったら、このように下の方に抜けてしまったりもすると思うんですよね。ですから反転を見ていくんであればしっかりサポートは見ていきたいですね。この後は5ドルドルも見ていきますけども、環境としては今ポンドドルが一番強い環境にあると思います。今まではユーロドルがすごく強く感じていたんですけどもね、ただ金曜日の売りによって状況が変わってしまいました。現状ではポンドドルの方がチャート上ではすごく強く感じます。ユーロドルもサポート見れば問題はないんですけどもね、とにかくドルが弱くなってくるんであればこのポンドドル、ユーロドルもいいと思いますけどもね、この辺りのロングというのは意識をして相場の方は見ていきたいですね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、4時間足に週足を重ねています。覚えてらっしゃる方いますかね。僕はこの5ドルドル、ここにサポートを見て、3つの山、3ゾーンを意識して相場の方を見ていたんですよね。今回ここが3つ目の山、右肩部分になりますけども、例えば高値から見ていけば下落のトレンドも見えていましたけども、現状これ戻りの高値1回抜けているんですよね。ですからここで一旦波の反転、そこから見ていけば上昇トレンドも新たに見えてきています。少し値動きややこしいんですけどもね、ただこの上昇トレンドの押し安値を今割ろうとしているんですね。もしこれ割れることになってしまうと、そもそもこの緑の上昇トレンドを見ていくのが間違いだったのかもしれません。
この青い下落のトレンドに注目していけば、戻りの高値確かに抜けてはいるんですけども、合成足にしてしまえば冷えになりますからね。もしかしてこの 0.78 壁になってくるんであれば、再度この売りの流れを見ていけることになるのかもしれません。つまりこの青い下落のトレンドはまだ崩れていない。そうなるとこの三尊というのがまた目につくようになってしまいます。まあそのためにはこのサポート割ってこないといけないですけどね。下のサポートは 0.77、 逆にこの高値というのは 0.78 で、これを超えてくると青いトレンドが崩れてしまいますからね。こういった流れを見ていくと、この 0.77 と 0.78、どちらに抜けていくのかというのはすごく重要な問題になってきます。まずはこの環境を踏まえていきたいですね。そして今の値動きはこの間に挟まれた値動きになっています。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ていくと、ここにはもう明らかにレンジ相場が見えています。まあ少し抜けたりもしていますけどもね、この抜けた動きがかなり大きいんではないかなと。ここで高値を試したんですけども抜けなかった。これドルが安値をつけてきた場面ですからね、まあ、抜けていてもおかしくなかったと思うんですけども、まあ、強い売りが入っていますから、これを見るとやっぱりこの辺りの高値、上値の重さというのは気になっているんではないかなというふうに思えてしまいます。現状はもう完全にレンジ相場ですね。上限 0.78、 下限が 0.77。このレンジの背景は先ほど上位足で見た通りです。となってくると、本当に大事なのはこのレンジのブレイクということになってくるんですけどもね、なかなかブレイクしてこなさそうですね。これだけのレンジ相場、明確にも壁が見えてしまってますからね、まあ、トレードしていくんであれば、ひとまずはこのレンジを意識したトレードということになってくるんではないかと思います。現在地はレンジの下限、ショートを見ていくんであれば、まあ慎重に見ていかないといけない場所ですね。ただしまあ割り込んでしまえばね、すごく大きな売りが入る可能性もある場所でもありますから、割れてしまったらどうするかはロングをする上では大事になってきます。この上下の壁はもう完全にブルベアの分岐点になっているように思いますから、抜けた方向についていこうかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。もう短期足を見ると完全にレンジ相場ですね。レンジが見えている以上は、まずはサポートを見つけて波の反転を意識していくことになりますね。レンジを見てロングをしていくか、サポート割れでショートを見ていきたいのか、それはもうスタイルによって変わってくると思います。個人的にはやっぱりここの動きですね。ドルが安値をつけた時にこの高値を更新できなかった、まあ、この時にまあ5ドルの弱さというのを僕すごく感じましたんで、まあ、売りを見てきたなというふうに思いますけどもね。ただ現状まだサポート割れているわけではありません。そこはやっぱり少し割り引いて見ていく必要はあるかと思います。ショート見ていくんならば、ブレイクを確認した後でも十分間に合うと思いますんでね、まあ、ひとまずはこのレンジ相場を意識していくという形でいいんではないかと思いますね。ただしまあ割れてしまえばすごく大きな波の反転が見えてきます。この段階でもしロングポジションを持っているんだれば、それはもうどうするかというのはちゃんと考えておかないといけないですね。週明けはまずはこのレンジ相場を意識して相場の方は見ていきたいと思います。はい、というわけで、通貨によってかなり景色は違ったと思いますけども、やっぱり一番強いと感じるのはポンドですかね。ですからドルが弱い状況になってくるんであれば、まずはこのポンドドル、ここに注目をしていきたいと思います。逆にドルが強くなってしまった場合、まずはこのユーロドル、サポートを割れることになりますけどもね、これ週足の冷えの部分になりますから、ブルハの捕まる状況が見えてしまいます。はい、さらにはこちら5ドルドル、5ドルドルもこれサポート割れることになるかもしれません。そうなるとすごく大きな波の反転が見えてしまうことになります。ですからこのユーロドルと5ドルドル、これに関しては今かなり際どいところまで押してきてるように思いますんで、特に5ドルドルに関してはね、すごく大きな波の反転まで見えてきてしまいます。簡単にロングを見ていける状況ではなくなってしまいますんで、ドルが買われる展開になった時のこのユーロドル、ポンドドル、このあたりの値動きは十分注意はしていきたいと思います。今回は以上になります。今回紹介した通貨以外の通貨、ドル円やクロス円に関しては別の動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので、参考にしてください。それでは、来週も頑張っていきましょう。